してオンにして、あ、ここで、うん、やってみる。最初から順番にやらんといた左右確認から入らんといかがしい。教習所ちゃんとじゃあ、そっからんから教習所で教わった通りやってください。ちょっと覚えてないし、1回しかやっただって発進1回しかやらせてくれないんだよ。なのにもうコースでのとこやるから。お母さんのグローブに腹水ついたかも。吸い込んだか。何しとる。ちょっとさ、小さすぎて分からん。腹水いてくれなくな。左右確認して、ブレーキ乗って、もう一回後ろ確認して、車体を起こして。で、このさ、ブレーキじゃないわ、スタンドってさ、右足でこうやってやるとさ、ここに引っかからん？それはバイクに乗り切りだね。どうやってやったら正解かわからんだけど。今の技術で、もう一回確認して乗ります。乗ります。最初どうやって教わってるかしら。なんかちっちゃいんだけど乗ります。一回話していいの？ブレーキってどうやって教わってるかしら。あ、フットブレーキにしてエンジンつければいいのか。エンジンつけるとき何も押さえん？お父さんだったら最初はブレーキがクラッチで横を握ってるけど、キー回すときはブレーキはそのまま。いいんだよね、キー回すときは。これでいいの？で、消えたらは一緒？消えたら両方握って、これって全部だよね。これはさ、両方離しちゃいかんだな。で、まあ、でもエンジンが冷えてるもんで、エンジンの音が小さくなるまで待っとけ。待って、引っ張っちゃう。後ろ何？後ろ誰？って言ってるよ。待って、後ろ何？おお、ああ、
あ、なるほど。小さい方に力が弱い。そういうこと？遅かったわ。下がって下がって、ギア入れて、ニュートラルに入れて。ニュートラルにするの？反対だ。あ、入らん。入った。後ろ下がって。これはさ、後ろ下がるときはさ、降りるときは手どうするの？左手。左手はこのまま、これニュートラルにいただ離してもいいけど、ブレーキだけ握っとくよ。下がるのは？降りるかそのままツンツンツンと。足は離していいってこと？足は離していいの？手だけ入れとけばいいの？あれでも手離しかないと。動くときはブレーキ離さない。え、エンジンかけたらでいいの？どういうこと？あ、これでいいの？キーって言ったよ。あ、首が痛いよ。首が痛いよ。エンストしたらどうすんの？どっから？とりあえず最初にニュートラル入れるの？で？あ、なるほど。よし。で、こうして、どうしたらエンストしちゃうの？アクセルをちょっと当てに回さんと力がないもんで。え、この数字で4ぐらいでいいってこと？わからん。音の感覚数は。え、難しいじゃんね。ってこと？ん？クラッチつなぐのが早すぎる。パッと切りすぎる。どの辺か分からんだけど。それはバイクこの辺？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 難しいな。もう一回やってやるわ。見とって。どれぐらいか分からんもん。サイドスタンド出した。うまい。サイドスタンド出した。はい、ワンコロ。ワンコロ？2500ぐらい、2500ぐらいで動き出すので、ちょっとクラッチをこうつなぎ始めるとエンジンの回転数が落ちるもんで、その時にもう少し回し上げる。このままクラッチなると止まっちゃう。なのでここで動き始めたらアクセルの方ももう少しだけ開けてあげる。こっちを離すと一緒にこっちを開けてあげる。あ、なんか言ってた気がするわ。これ半クラッチって言うと。あ、なんか言ってたわ。こうやって動き始めたらアクセルの方も気持ちこう開けてあげる。2500回転ぐらいで、ね、2000ちょっとかな、2000ぐらいでも動こうとするので、でこの時にアクセルを上げな開きながらクラッチもゆっくり上げてで、車がバイクが動き出してから完全に左手はパッて上がってもいい。それまでは切っちゃいかん。こうやって動き出して完全に 動いたら離す。難しいんで。すぐ回しちゃう。なんで？どこに手を置いてんの？じゃあここ？どうやって手を置いたらならん？でブレーキ踏めらないといけないじゃん。乗るとき。この操作の仕方が悪い。アクセル回さずにブレーキ引いてるやり方を覚えない。難しい。難しいなぁ。で、
ブレーキ離して。早い？もうちょっと？うん。クラッチがどのくらいかわからんよ！アクセルのさ感じが全然違うじゃん。めっちゃ進むもん。このヒュンってめっちゃ進むやん。何が？あの学校のやつ。力が強いよ。もう演奏線でバンっていっちゃうかもしれないね。気をつけないかんよ。めっちゃ速かった。びっくりした。今クラッチで、ま、あの繋ぎ方失敗するとエンジンが止まって演奏して止まってくれるけど。大きいバイクだと演奏線で動いちゃったから力が強い。あ、ワーンってなること？もうそういうことね。そしたら何？あかんと思ったら全部グッと逃げればいい。全部逃げればいいってこと？エンジンがと。え、でも右手はあんまりだよね。足やってからは右手だよね。本当はね。右手と左足グッてやって右手やればいい。あ、違う、左手と右足だ。パニックった時はね、クラッチも切らんとバイクが来てちゃうとか。じゃあ右足と左手って覚えるかい？で最後に右手。なるほど、難しいね。乗って体が覚えるしかない。なるほど。あ、弱かったってことだよね。もうちょっとつなぐのそのままにしとか、動き出したらそのままにしとか、その位置。それがわからんわ。難しいわ。動き出したらその位置でちょっと回って止めといてアクセルだけ少し上げると力ずつ動き出すので、そうしたらこれをゆっくり回す。ああ、そういうこと。うん、難しいね。早い？どれぐらい？それぐらい、それぐらい、それぐらい。全然進まないんだけど。ガッてなった？離しちゃう。これどれぐらいかわからんだけど。ちょっと遠いかもしれん。違う。これが全部？うん、これ全開？うん。これが全開で、遊びがあるでしょ？うん。遊び、その面は？遊びからこんな辺かな。どうだ？ 1、2。ここが何もないところで、少し遊びがあるだな、ガタが。うん。ガタのところから、からこっちがクラッチがつながるところだもんで、この辺、あ、行き過ぎ、だいぶ近い。え、結構さ、うん、開いてもさ、ならなくない？ならないよ。エンジン全然じゃない？うん、指が離れるかも。あの、半クラッチが近くになるってこと？手前側からつながるかも。これはちょっと遠目に。あ、だからか。だからやりやすいってことね。めっちゃ進むの早いもん。
な。ここで話してくると動く、ちょっと動くだな。うん、そこがさ遠いんだよね。うん、遠い。それが遠いからさ、あって思った時にこっちやってもそれが正解になってるらしくてなっちゃう。動き出した時にアクセルをゆっくりゆっくり回していく。ゆっくりだ。そのままの位置。で動き出してスピードが出てきたらゆっくりこっちも回してあげる。そうせんと今みたいに詰まっちゃう。出したらこっちはもっとゆっくり開けていく、こっちはじわじわって開けていく、こんな感じ。難しいな。ちょっとこれやってみ、ここで走らんでもいい。ああ、そうそう。やっぱり入ってるなるよね。なんでマジでこんなさ、近いもんなの？よいしょ。いや、難しいぞ。これ苦手だわ、発信。それぐらいだ。力がなくなってきた時にはもう変速寸前だね。アクセル回した、アクセル回した。どれくらい回しいの？少し。エンジンの音で考えて。一回回ろう。今良かったよね。え？こっちやるじゃん。進むじゃん。でこっち止めるじゃん。こっちグーってやるじゃん。こっちは？何何？グーってやるじゃん。でこっちちょっと離すじゃん。ハンクルってなるじゃん。でこっちちょっとやるやん。で進むやん。進みに。こっちは？ゆっくりゆっくりそのまま進む。こっちもゆっくりやる。ゆっくり離して運転分にするわ。おお、なるほど。それを大きいバイクより長めにしてやるってなると、おばあちゃん力が弱い。エンジンの音は大きくならないように一定のエンジンの音声で聞こえてくるようにアクセルをコントロール。私さっき上手にできたよな。なるほど。切れるよりもエンジンの音を耳に聞いて、エンジンの音が同じ大きくなりすぎず小さくなりすぎずっていう感覚
ね、アクセル開けるとかいう。右手が動いちゃいけないから。そうそう。右手がね、動いちゃうんだよね。ああ、ちょっと難しいわ。ちょっと難しいわ。アクセルを開けるとかさ、閉めるとかっていう言葉よりも、エンジンの音が聞こえてくる音が同じ大きさで、ブワーンって鳴らずに、うーんとも鳴らずに、うずっ一点もポコってなるように、ずっとこの、これを持ってる。そうの方が分かりやすい。分かりやすいけど、それが難しいわ。左の手に集中して、あとは音で聞きます。バイクの方に。あ、取られた。戻しすぎってこと今。戻しちゃうじゃん。ウェーンってなったらウェーンってなっちゃうじゃん。よかった。大きいバイクはもっと難しいからね。もっと力が強いもんで、もっと繊細にコントロールしかやらないと。難しいじゃん。125だよね。学校のやつって400？あれだよね、普通自動だったら。そう、400手こずるようだったってことじゃないけど、重たいね。400ね、重たいんだよね。あっ、まだ昼、すぐ忘れちゃう。400だよ、多分それバイクバーンって言って終わりだよ。すぐ忘れちゃう。